白の波言武器用は、熊本県宇都市出身で尾上部屋所属の大相撲力士。本名は、白石信弘、身長173センチメートル、体重131キログラム。得意技は、左四つ、より、押し。最高位は西十両四枚目。2011年の大相撲やお帳問題にて、引退勧告処分を受け、引退した。幼い頃から相撲を始め、 小学、中学、高校と全国大会に出場する活躍を見せた。文徳高校3年時の1999年には第1回世界ジュニア相撲選手権大会の重量級で優勝を収めている。日本大学相撲部の同期には里山、豊か魔がいる。学生相撲では怪我もあり幕下付けでの資格を得ることができなかったが、全国学生相撲選手権大会では 準優勝の成績を残した大学4年生の冬に里山と共に同郷で中学、高校、大学の先輩にあたり目標にしていた元小結浜の島が所属する美保が関部屋に入門2004年3月場所にマイ相撲から初土俵を踏んだ首に怪我を抱えているため頭から当たることができず膝にも振る傷を抱えているが 立ち合いの速さを理して一気に前に出る相撲に、鋭さがあり、序の口から三段目まで、それぞれ一場所で通過し、幕下に昇進した2004年11月場所でも、優勝を果たし、一気に幕下上位まで番付を上げた。初土俵からの負け越しは2005年、3月場所のみでそれ以外の場所では勝ち越しを続け、同年、5月場所では、西幕下6枚目で5勝2敗とし、 東十両十二枚目で5勝10敗と大きく、負け越した妻の富士との比較で十両昇進がなるかと思われたが、翌7月場所では妻の富士が十両に残留し、自身は東幕下筆頭に止められた。その7月場所では4勝3敗と勝ち越し、翌9月場所に同じ大野江部屋のバルトと同時に新十両に昇進した。 全相撲からの所要9場所での重量昇進は、史上後位体のスピードであったものの、バルトが同時に所要8場所での重量昇進を果たしたためあまり、話題とはならなかった。初の重量となった2005年9月場所は8勝7敗と、勝ち越したが、翌11月場所前に、横綱、朝昇龍との稽古で、古傷の首と膝を痛め、場所中には、 中日の大将大戦で寄り倒しで敗れた際に、自身より体重が 30kg も重い大将大の下敷きになり、右足首を故障し長期休場を余儀なくされた。幕下界からの再出発となったが、2006年7月場所には7戦全勝で2度目の幕下優勝を果たした。同年11月場所では、東幕下4枚目で4勝3敗と勝ち越し、 東幕下筆頭の位置で迎えた2007年、1月場所でも4勝3敗と勝ち越し、翌、3月場所において8場所ぶりとなる十両への復帰を果たし、それと共に彫名を、本名の白石から白の波へと改めた。その3月場所は8勝7敗と勝ち越し、下の名前を信弘から、ことぶきように改めた翌、5月場所でも勝ち越しを決めた。 自己最高位となる西十両4枚目に上がった翌、7月場所では6勝9敗と負け越した。翌、9月場所も前半は5勝2敗と好調だったものの、後半は8連敗と制裁を書いて5勝10敗と、大敗した。2009年7月場所において、再び負傷して、途中休場し、翌、9月場所では出場したものの前場所に引き続き、途中から休場した。 2010年3月場所では西十両12枚目の1で2勝12敗19の成績に終わり、翌5月場所に幕下に陥落した。その後3場所連続で負け越し、3段目陥落の正念場である幕下58枚目で迎えた11月場所でようやく5勝2敗の成績を収めるものの、以降、引退まで十両への復帰を果たすことはできなかった。 2011年4月1日、大相撲屋お帳問題に関する、相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。4月5日に、尾上に連れられ、道部屋の山、元山隆太、坂井沢健一と共に処分対象者として代理人を、通さず自ら引退届を提出し、受理された。白の波は、残念だけど、前へ歩くしかない。相撲協会にはお世話になった。 残っている力士に頑張ってもらいたいとコメントしながら涙した。同年9月3日に東京プリンスホテルにて、堺、沢、山本山と合同で断髪式が行われた。引退後は東京都内で介護職に従事している。引退時の番付は2011年2月28日発表の順席による。ありがとうございます。